あ、声は入ってるね。あー、かも。FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。3時を回りました。この時間は FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けします。今日もですね、いいお天気になりまして、FM ギノワンのスタジオを飛び出しまして、トロピカルビーチ内にあるサテライトスタジオから生放送しております。皆さんこんにちは、ありがとうございます。今手を振ってくださっています、ありがとうございます。今日水曜日の担当は FM ギノワンスタッフの今西めぐみがお送りいたします。この後4時までお付き合いください。今日はですね、外の様子なんですが、今日もまた学生さんたちが多いんですかね。やっぱりビーチパーティーが流行っているようで、皆さんビーチでバーベキューをしておりますね。あ、この放送なんですけども、FM ギノワンでは電波の他にもツイキャス、ユーストリーム、そしてサイマル放送でもお楽しみいただくことができますので、ホームページの方からご覧いただけます。ぜひそちらもお楽しみください。ツイキャスの皆さんもこんにちは、ありがとうございます。エコタイルさんこんにちは、セブンさんこんにちは、ありがとうございます。三毛猫好きな犬さんこんにちは、ありがとうございます。今日はねゲストさんもいるのでね、後ほど紹介したいと思います。あ、チャラ AKB ファンさんもコンチースといただいてます、ありがとうございます。さてさて、今日のテーマなんですけども、今日のテーマは小さい頃の夢です。皆さん小さい頃は何になりたいと思ってましたか？なんかね、大人になってこう年を重ねていくと、もうどんどんと小さい頃に思っていたことと違うことに変わってきたりしますよね。でもなんかその小さい頃に思ってたものが今お仕事のルーツになってたりっていうのもあるかもしれないので、もしよかったらそんな形で教えてください。今日もたくさんのメールメッセージをお待ちしております。メールアドレスは 797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までお願いします。今日もたくさんメッセージお待ちしております。それでは1曲目お届けしたいと思います。今日の1曲目なんですけれども、今日の1曲目はこの曲にしましょう。ユーミンで優しさに包まれたなら。ツイキャスの皆さんこんにちは、ありがとうございます。今日は声大丈夫ですか？今こっちにだけ音声送ってます。サングラスがキラーンっていいですね。なんだろう、観光客の人が多いんですかね。多い気しますね。ね、なんか駐車場も、あ、やっぱりそうなんですね。あ、エコザイルさんありがとうございます、声ちょうどいいです。あ、銀のホタルさんアロハありがとうございます。
車がないので、本日は車が来なくて、本当大丈夫だった。大丈夫だった。接触感が何年の はい、時刻は3時19分を回りました。 FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けしております。さて、ここからは素敵なゲストさんをお迎えしてお送りしていきたいと思っております。今日お越しいただいたゲストさんはこの方々です。自己紹介でお願いします。はい、どうも、ジェセルインの SMB とギターボーカルヒックです。はい、よろしくお願いします。トゥーセイルインザセイムビートのドラム担当のシュウです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、このお二人、ヒックさんとショウさんにお越しいただきました。お二人はどういったゲストさんなのかと言いますと、ちょっとご紹介しますね。今年ギノワンで行われますライブギノワン2016というイベントに出演されるお二人です。このライブギノワンについてなんですけれども、1993年に第1回が開催されまして、その年以降毎年開催し、今年度の開催で22回目になるということです。こちらはロック、ジャズ、ポップスなど音楽のジャンルを問わず、中学生をはじめ一般のバンドやソロアーティストなど県内のアーティストによるギノワン市、市内の最大のライブイベントとなっております。で、このイベントなんですけれども、多数の応募の中から選ばれた10組が10月8日、ギノワン海浜公園野外劇場にて熱いパフォーマンスを繰り広げるということです。で、その10組の中から最終選考に選ばれましたこの方々にお越しいただきました。もう一度バンド名がトゥーセールインザセイムビートさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さんはどんなジャンルの音楽をされてるんですか？そうですね、いわゆるミクス、失礼しました、ミクスチャーロックっていう、はい、ジャンルにおいて、ミクスチャーロックというジャンル、はい、そうですね、において、まあ、その、ロックをベースにしながらもいろんなそのジャンル、まあ、今そのライブギノワンのコンセプトにもあるようなそのジャズだったりとか、はい、レゲエ、
はい、っていうのを混ぜながらやっていってる、そういうロックですね。うん、ミクスチャーのロック、はい、バンドさんなんですね、はい。皆さんはあの、ね、さっき年齢がバラバラっていうふうに伺ったんですけど、そうですね、はい、どういうふうにバンド結成されたんですか、きっかけっていうのは。まあそうですね、もともとはもちろんあの、はい、その前身となる各々のバンドがまああって、はい、そこからまあその小さいライブハウスであの対バンをしているうちに、うん、まあ、あの仲良くなって、うん、でまあそのタイミングでその前身のバンドが解散をしたりだとかっていうところで、あ、まあ、じゃあ一緒にやろうか、同じ音楽が好きなんだからっていうところで集まったメンバーですね。そうなんですね、はい、それぞれのタイミングがあって結成されたバンドということで、はい、そうなんですね。ヒックさんは前もこういったミクスチャーバンドをされてたんですか。そうですね、まあ、あの、うん、そのやっぱり始めた頃とかっていうのは、はい、その自分が好きな音楽をちゃんとできてたかっていうのはわからないけれども、うんうんうん、まあ、そのミクスチャーロックっていうのをまあ目指しながら、うん、やってたっていうところですね。なるほど、はい、それであの4人が集まって、はい、こういった音楽を作ろうということで活動されてるんですね、はい。で、皆さんは去年結成なんですか。そうですね、去年、はい、まあ、あの結成してまだ1年半ぐらいですね、はいはい。どうですか、1年ほどやってみて。どうしよういい争いがすごいバンドどんなことで言い争うんですか。なんだろう、なんだろう、まあ、もちろん音楽のことに関してはもちろんなんですけど、はい、まあそうですね、その方向性だったりとかっていうのもやっぱり探しながらやってるバンドなんで、うんうんうん、まあそうですね、その意見をぶつけ合うというか、うん、みんなでこう作り上げるにはそういった意見を出さないといけないんですもんね。それは言い争うというよりかは作り上げる中でみんなの意見が出てきたっていうことじゃないですかね、うん、まあ、そうですね、そういい言い方をしたら解釈していただければ、はい、今は仲良くやってますね。ありがとうございます、はい。しゅうさんはドラムっていうことなんですけど、はい、昔からドラムされてたんですか。そうですね、いつ頃から。いつ頃、いやでも結構最近ですよ。あ、最近なんですか、はい。今でドラム歴、多分4年ぐらい。あ、そうなんですね。じゃあ前のバンドが初めてそのドラムをやるバンドってことですか。そうですね、そのドラムをやるきっかけっていうのは何かあったんですか。友達にバンド誘われた時に、はい、はいはいはい、あのドラムが余っててはい、はい、ドラムになりました。ドラムがいないんだけどみたいなことですか。そうですね誰もやりたがらなかったか。あ、バンドあるあるかもしれないですね。そうですね、沖縄だと特にドラム人口少ないって言われてるんで。ですよね、はい、いやギターボーカルのヒクさんなんですけど、はい、僕はもうこれやりたいっていう感じだったんですか。あ、もうそうですね、僕はもうもう胃の一番にこう手を挙げさせていただいて俺が歌う歌うっていう。そうですね、ギター弾けたんですか。いやギターも、うん、まあそのまあ親父もその、はい、ギターを弾いてた人なので、すごいですね。まああの小さい時からそのお家にギターがあるっていう環境ではありましたけど、でもやっぱりちゃんと始めたのは、うん、その、今のバンドをやる前のバンドを始めた頃だったんで、全然まだまだですね。はい、そうなんですか、はい。でももう2つ目のバンドっていうことですかね。あ、そうですね、うん、はい。でだいぶ曲作りっていうのはどういう風にされてるんですか。まあ、曲作りは主にあの、まあ、もう一人ギターボーカルがいて、はい、さらにベースの方もいて、カツさんがいるんですけど、うん、まあ、僕含めてそのフロントの3人が、はい、あの曲を持ち寄って、うん、さらにスタジオに入ってシューとドラムを合わせて、はい、まあ、作っていくっていう形ですかね、今のところは。なるほど、はい。あのギターボーカルの方が2人いるんですけど、はい、立ち位置としてはどうなるんですか。立ち位置ですか。まあ、立ち位置は何さんにいるわけじゃないですか。まあ、そうですね、自然となんかこう、うん、まあ、決まって、まあ、ベースが左で、左で、でりょうさん、ギターボーカルのりょうさん右で、僕右で、はい、真ん中、はい、センターですね、はい、さあ一番目立つじゃないですか。うん、まあそうですねMC 担当だったりするんですか。あ、まあ、でもみんな喋ります。あ、みんな喋ります、はい、うん、ライブの時は。そうなんですね、
なるほど、ありがとうございます。今回このライブギノワンに出演されるんですけど、あの普段のライブの活動場所っていうのはどういったところになるんですか？ライブの活動場所、うん、主にギノワンのヒューマンステージが、はい、多めですね。なるほど、あそこですね、ヒューマンステージさんが多めで、そこであのいろんなバンドさんと対バンしたりとかしてっていうことですかね。そうですね。なんか前にもあのオーディションイベントに出演されてたっていう情報があるんですけど。あ、そうですね、はい、ピースフルラブロックフェスティバル、はい、の、オーディションに出させてもらって、はい、まあ、ありがたいことにその最終予選まで行かせてもらって。すごいですね、はい、っていうところですかね。うーん、はい、その、 あのイベントはどんなイベントだったんですか？それも、その応募の中から、うん、二次審査、一次審査で、まあ、音源審査で絞られて、はい、10組に絞られて、でそこから最終審査が5組か。5組に絞られる、はい、5組の中で、まあ、ライブ形式で演奏させてもらって、うんうんうん、あのっていう感じのオーディション、オーディションのイベント、はい、なるほど。そういったあのオーディションイベントはこれからもどんどん出ていこうっていう感じなんですか？まあ、そうですね、あの、うんうん、出ていきたいですね。うん、出ていきたいね、はい、そうですね。で今回あの出演される場所っていうのも野外ですごい広いステージなので、はい、本当にたくさんの人に見ていただける場所かなと思いますね。はい、はい。あとあの私気になってたんですけど、はい、バンド名の由来って何なんですか？これは。そうですね、バンド名の由来はちょっと難しいですよね。 To Sail in the Same Beat さん。そうなんですよ、あの、まあ、元々そのもう一人のギターボーカルのリョウさんと僕とで、はい、まあ、話をしてる時にあの、まあ、いろいろあの僕ら解散とかを経て一緒になってるバンドなんで、紆余、うん、まあ、曲折しながらも、はい、そのまた同じ船に乗りながらあのこの後の航海も、はい、まあ、進んでいきたいねってことで To Sail in the Same Boat っていう言葉があって、はあはあ、あの一つの船で航海をしていくっていう言葉なんですけど、その最後のボートをビート、ボートをビートに、はい、音に変えさせてもらってかっこいいですね。とんでもないです。なんで、まあ、その、 あの聞いてくださる、うん、そのファンの皆さんたちも一緒にあの一つの音であの進んでいけたらなっていうところのコンセプトですね。すごい素晴らしいですね、はい、そのビートに乗ってで、はい、あのバンドの4人のメンバーだけじゃなくてそのお客さんたちも同じ船に乗ってぜひクルーとして乗っていただいて、ねえ、はい、素敵ですね。頑張りたいです。そんな意味があったんですね、はい、ありがとうございます。さあ今日はですねそんなあの皆さんに音源をお持ちいただいているのでぜひ、はい、ここで聴いていただきたいと思います。さあこの曲はまた本番でも演奏される予定ですか？そうですね、もちろんですね、うん、もちろん、はい、これは代表的な曲になるんですかね？そうですね、僕らの代表曲の一つとして、はい、わかりました。じゃあ曲のタイトルコールお願いします。はい、はい、To Sail in the Same Beat Full Ahead。今ね曲を流してるんですが、お二人はちょっと外にどんな風に流れてるのか聞きに行きました。なんか知り合いがいるんですかね。今日はよくギノワンに来られるみたいです。
こんなジャケットになっています。曲中なのでね、ツイキャスの皆さん、今日のメールのテーマは小さい頃の夢です。小さい頃何に憧れてましたか？いろいろとコメントお待ちしてます。メールも来てるかな。さあ、もう間もなくですね。はい、ありがとうございました。むちゃくちゃかっこいい曲ですね。ねえ、すごい素晴らしかったです。これはその2人でこう歌ってるから、こういったこう疾走感というか掛け合いみたいな感じで、そうですね、ね、歌えるんですかね、はい、それがすごいかっこいい感じ。ありがとうございます。今ちょっと後ろで2曲目3曲目と流しながらちょっとお話伺いたいと思います、はい、曲のこの歌詞はどんな内容で歌詞って綴られてるんですかね。そうですね、コンセプトってありますか。はい、まあ、バンド名の話にもまたこう、まあ、戻るんですけど、はい、その、まあ、船に乗っていこうよっていうところから、うん、まあ、前進って意味なんですよね、このフルアヘッドって、はい、だから、まあ、まあ、こう紹介曲みたいな感じですかね。うん、なるほど、うん、これはもう絶対ライブに欠かせない曲と。そうですね、今のところできてからはずっとライブではやってます、はい、じゃあもうこれをぜひ聞き逃しなくって
ということでね、はい、そうですね、はい、で、あのライブギノアンのイベントに出演されるのはもちろん出演されるんですけども、それまでの何かライブ告知あればぜひはい、お願いします。ですね、はい、ライブギノワンまでに、はい、10月1日、はい、ギグ昭和っていうライブハウスで、はい、出させてもらうのと、はい、それから10月2日にも沖縄市 に、そうですね、はい、沖縄市にある、スラムバーに、はい、出演させてもらいます。はい、はい、結構たくさん、うん、ありますね。で、11月にも、はい、まあ、決まってるんで、はい、まあ、それ以降はあのぜひあの Facebook あるんで見てもらって、はい、チェックしてもらって、ぜひ Facebook ページチェックしてみてください。はい、はい、では、もう一度ライブギノワンについてご案内しておきます。ライブギノワン2016なんですが、今年の10月8日土曜日に開催されます。会場が11時半開演が12時となっております。開催場所がギノワン海浜公園野外劇場となっております。入場無料のイベントなんでね、ぜひ皆さん参加してみてください。たくさんのかっこいいバンドさんが出演されます。ぜひお見逃しなく。それでは最後にですね、お二人からこのライブギノワンに向けて意気込みをお願いします。はい、まあ、その僕ら一般でバンドやってますけど、はい、そのまあ当日は中学生だったり高校生のバンドも出るっていうことで、はい、まあ、あの先にちょっと音楽をやらせてもらってる、はい、まあ、先輩としていいあの音楽を見せれたらっていうのもありますし、うん、それからもちろんあの当日入場無料でたくさんのお客さん来てくれると思うんで、はい、そういうところでもあの、まあ、僕らのバンドをあの、はい、見ていただいて紹介していけたらな思っております。はい、はい、ありがとうございます。あ、自分もですか。はい、ぜひ。え、逆がよかった。頑張ります。頑張りますということで意気込みいただきました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ぜひ、私もね、この日見に行こうと思っていますので頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、今日お越しいただいたのはトゥーセイ、トゥーセイルインザセイムビートさんです。はい、でした。ありがとうございました。ありがとうございました。一旦 CM です。
はい、時刻は3時31分を回りました。この時間は FM ギノワンよりサザンブリーズをお届けしております。さて、ここからは気象情報と道路交通情報をお伝えしたいと思います。まず、お天気からお伝えします。14日今日ですが、南東の風やや強く、後、東の風やや強く曇り、昼過ぎから晴れ、ところにより曇りのち初め頃まで雷、波3メートル、うねりを伴う予報です。この後の降水確率ですが、18時までが 20%、 18時から24時までが 10% の予報です。日中の最高気温は32度となっております。まだまだ暑いですね。明日、15日です。15日は、東の風やや強く晴れ、夜曇り、波は3メートル、うねりを伴う予報です。午前中の降水確率は 10%、 午後からは、12時から18時が 10%、 18時から24時が 20% の予報です。朝の最低気温は27度、日中の最高気温は32度となっております。あと台風が近づいてきていますね。台風、16号なんですけれども、沖縄本島に近づくのが、16日の夜から17日朝方にかけてが、一番強くなる予報ですね。皆さん、早めに対策をお願いします。お気をつけください。それでは続いて、道路交通情報をお伝えします。まずはじめに沖縄自動車道、規制されている部分は、ですね、工事規制がたくさんあります。まず宜野座インターチェンジから金インターチェンジ間上り、こちらが工事規制中となっております。下りは金インターチェンジ付近で、追い越し車線が規制されています。そして、夜間インターチェンジから石川インターチェンジ付近の、下り、上りですねの間も工事規制となっております。お気をつけください。それから、西原インターチェンジから北中城インターチェンジの下りで、工事規制となっております。かなり規制がかかっているところが多いようですので、前方に注意して運転してください。では続きまして、宜野湾市内の交通情報です。今のところ、大蛇の交差点から牧港へ向かう58号線、ここが渋滞しております。その他のところは目立った渋滞はなさそうです。今日もね、お気をつけてお出かけください。以上、道路交通情報とお天気お伝えいたしました。さあ、今日の、テーマなんですけれども、子どもの頃なりたかった夢、皆さんどうでしたか？あのね、私は子どもの頃ケーキ屋さんになりたかったです。ベタですけどベタですけど本当にケーキ屋さんになりたかったですね。あのね、子どもの頃、小学校中学校の頃って何して遊んでたかなって思ったら、なんか友達を家に呼んできて、友達と一緒になんかカップケーキ作ったりとか、お菓子作ったりして遊んでたなって最近思い出しました。で、なんかケーキ屋さんになりたいなとか言ってた記憶があります。今でもね、あのお菓子作ったり料理は好きですけど、そういったお仕事にはついてないですねこうやって喋ってるんでね、そっからなんか音楽の道に行ったって感じですかね。さて、メールが来てるので紹介しましょう。まず一つ目、これはエコザイルさんです。メグ宇宙エコザイル出すよ。自分の小さな頃の夢はダンプカーとか大型トラック運転手だったってよ。だけど大型ではないけど、引っ越し屋で働いてたから中型の2トンロング、検討しているから3トン車の、
トラック運転手兼作業員兼営業してたさ。すごい、何でもできますね。今は軽トラで個人で配送してるけどね、笑い。ちなみにメグの小さな頃の夢はと聞かれました。じゃあ後からや、ありがとうございます。そうなんですね。じゃあある意味ちょっとこの運転手っていうのはね、叶ってますよね。素晴らしい。そうなんだ。でも運転手兼作業員兼営業ってもう本当にオールマイティ、何でもできるって感じですね。すごいですね。ありがとうございます。さあもう一通届いてます。はじめまして、ゆうの母と申します。はじめまして、ありがとうございます。外は冷たい雨が降っています。今日のテーマを聞いて子供、息子のちっちゃい頃の夢を思い出しました。息子が3つの時に大きくなったら何になりたいのと聞いてみたら、ネズミになりたいと答えたのです。ネズミ？もっと別のものにしてほしかったので、お母さんもっと大きいものがいいなと言ってみると、真剣な顔で大きなネズミになりたいですって。子供の発想って本当に面白いですよね。そんな息子もここ北海道を離れ東京でサラリーマンをして6年目です。年末に結婚します。さて番組最後まで楽しみますねといただきました。ゆうの母さん、ありがとうございます。はじめまして、メール送っていただいてありがとうございます。もう北海道の方なんですね。素晴らしい。なんか北海道と沖縄がつながった瞬間っていうか、すごい感激。すごい。で、あのお子さんの夢がまた可愛いですよね。ネズミになりたいって。あ、そうや、あの私も友達にそうそうそう、それで思い出した。あの友達にせっちゃんっていう子がいたんですけど、小学校1年生の時にね、せっちゃん何になりたいのって聞いたら、せっちゃんケーキになりたいのって言ってました。そういえばケーキ屋さんじゃなくて、私ケーキになりたいのって言って、それと一緒ですよね。でもなんでネズミ選んだんだろう。その当時ネズミにハマってたんでしょうか。かわいい。そしてもうサラリーマン6年目で年末に結婚しますっていうことで、お母さんも嬉しいですね。そんな成長が見られるメールをいただきました。ありがとうございます。なるほどね。また皆さん、あのツイキャスでも今日のテーマ、小さい頃なりたかった夢、募集してますので送ってくださいね。はい、ではここで1曲お届けしましょう。実は今日が発売日になります。私の好きなアーティストさん、ナオト・インティライミのいつかきっと、今日アルバムの発売日です。ツイキャスの皆さん、ありがとうございます。あ、みやちゃんさん、ありがとうございます。はじめましてですかね。あ、シグナさん、こんにちは。コメントありがとうございます。チャラ AKB ファンさん、ケーキ屋さん似合うわ。そうですよ、今 FM ギノワのスタッフしてます。でも時々ね、ケーキとか作りますよ、うちで。こないだは、シナモンロールを作って朝食べました。なんか一時期パンを作ることにもハマってて、発酵とかもう超めんどくさいんですけど、あれもやってましたね。二次発酵とかもきっちりやってました。なんかハマり出すとね、やってしまうんですよね。あ、さっきのゲストさんも帰ってしまったんですけど、ゲストさんにも聞いたらよかったですね。小さい頃から
そういう音楽の仕事に就きたかったのか、ちょっと聞いてみたら面白かったかもしれないです。銀のホタルさん、ウェディングケーキも作るの笑いって来てますけど、一回作ったことあります。一回というか 何回か作ってました。あの前の職場で、まあ、ライブハウスだったんですけど、ご飯も出すライブハウス でそこでウェディングパーティーとかがあったので、ちょっとシェフと話し合って、あの私はその時にウェディングプランナーをやってたんですけど、どうしても新郎新婦がこういう感じのケーキがいいっていうのがあったんで、もう私作りました。2回3回ぐらいかな。あのスクエアの簡単なものなんですけど、ベリーがたくさん乗ってハート型のいちご、いちごハート型にして作ったりしてましたね。また機会があればFacebook とか載せますね。はい、ナオトエンティライミでいつかきっとでした。今日発売で、あの DVD 付きなんですよ。もう昨日フラゲしてね、もう見ました。皆さんおすすめなのでぜひ聞いてみてください。さあここで、トロピカルビーチからのお知らせをお伝えしましょうかね。はい、トロピカルビーチなんですが、ビーチパーティーといえばトロピカルビーチ、お友達や家族みんなでビーチバーベキューができます。ご予約いただければ手ぶらで参加できます。詳しくはホームページの料金表をご覧いただいて、ご予約ください。ということで、遊泳時間が午前の9時から午後7時まで、ご利用時間が午前9時から午後9時半までとなっております。こちらのバーベキューなんですけれども、9月中の土日祝はいっぱいということなので、10月以降で空いているかどうかぜひお問い合わせいただければと思います。こちらの、まだビーチもですね、みんな泳いでますね。今日もビーチも使えるので、シャワーももちろんあります。コインロッカー、更衣室もありますのでぜひお越しください。そして今放送中のトロピカルハウスもご案内します。こちら売店トロピカルハウスは、海の、中、海の売店の中には、宜野湾市内において生産加工されている市産品、また、県産品の販売を行っている産業展示コーナーは、産業展示コーナーがあります。シーサーガラス
工芸品など、お土産品、トロピカルな柄のウェアなどを取り揃えています。FM ギノワンのサテライトスタジオはこの売店にブースを構えています。夏場は綺麗な海を見ながら放送していますので、ぜひ立ち寄ってみてください。ありがとうございます。そしてもう一つ、羽衣パークマネジメントからのお知らせです。2016キッズウォータープログラムを開催しております。キッズウォータープログラムでは海という自然の遊び場を最大限に生かし、溺れないため、事故に遭わないためにはどうしたらいいのか、子どもたちが自身で考える能力を養うプログラムを実施します。9月中は今週末9月17日土曜日、10月は10日月曜日祝日となっております。対象は4歳以上、すべてのプログラムでライフガードが同行します。大人の参加、親子での参加も大歓迎です。受付はトロピカルビーチ内の売店入り口にあります申し込み用紙でお申し込みください。詳しくは羽衣パークマネジメント電話 098-890-0881 までお願いいたします。募集人数に限りがありますので、お早めにお申し込みください。さて、FM ギノワンからのお知らせもさせていただきます。 FM ギノワンからお知らせです。今年も開催されます、トロピカルビーチミュージックパーティー、略してトロパ。9月24日土曜日、25日日曜日は、ギノワントロピカルビーチにてトロパが開催されます。ライブ、マリンスポーツ、フードコート、じゃんけん大会、アームレスリング大会、そして花火と盛りだくさんなお祭りです。メインステージの司会は FM ギノワンでもおなじみのナオピンさんが土曜日に担当、日曜日は久高まりさんが担当します。 FM ギノワンではこのトロパのライブステージを生中継、トロパのにぎわいを皆様へお届けします。 FM ギノワントロパ番組は、トロパ特番は、9月24日25日両日とも18時から20時の放送となっております。皆様ぜひお聞きください。もう一個いけるかな。先週ですね、ウエストマリンさんよりリスナーの皆さんへリスナープレゼントをいただいております。まず一つ、大型水中観賞船オルカ号ペア一組様、そしてもう一つがディナークルージングペア一組様のリスナープレゼントをいただいております。プレゼントの応募はサザンブリーズ内、この番組内で行っています。メールの件名にリスナープレゼント希望とお書きの上、番組へのメッセージ、お名前、連絡先を添えてメールにてお送りください。なお、プレゼントを FM ギノワに取りに来られる方のみの応募となっております。ご了承ください。皆さんからのご応募お待ちしております。先週、8月の末に水曜日にゲストでいらっしゃったんですけども、その時に当選された方も発表されてますね。ぜひ楽しんできてくださいね。さて、ツイキャスの方にコメントがちょこちょこと来てますね。じゃらい AKB ファンさん、ショートケーキとか作るのって。あ、私ですか？ショートケーキも作りますよ。でもあんまり生クリームが私あんまりちょっと苦手なので、生クリームというかチョコクリームのケーキの方が好きかなっていう感じで作ります。そんなAKB ファンさんからメールが来てるので読みますね。ヘイヘイメグ、サザンブリーズお聞きのリスナーの皆さん、こんちーす。時間ないからテーマに行くな。小さい頃の夢、俺はですね、いろんなケーキ屋さんになりたかったな。ん？かっこ、それはメグたんやろ。自分で突っ込んでる、はい。俺はですね、もう電車の運転手になりたかったんですわ。ほうほうほう。だから、電車で GO のゲーム買って運転手になりきってたな。以上だ。メグタン、整いました。小さい頃の夢とかけまして、今日はやめとこうって、今日やめとくんかいなかった以上です。ということで、チャラ AKB ファンさん、ありがとうございます。電車で GO とかね、ゲームやりましたね。そうそう、ゲームセンターとか行ってもね、楽しめますもんね。あれ楽しい。
そっか、みんな小さい頃の夢いろいろあったんですね。すごい夢がたくさんっていうことでした。さあ今日もたくさんコメントメッセージありがとうございます。先ほどから、ツイキャスの方にコメントいただいてるみやちゃんさんは初めましてですかね。私がサザンブリーズ担当してる日は初めましてかもしれません。ありがとうございます。今日は外の天気もいいのでたくさんトロピカルビーチに遊びにいらっしゃってますね。またここのブースなんですけども、トロピカルビーチの中にある売店の中にありますので、またリクエスト曲とかね、あればぜひここまでお越しいただければと思います。さて、あ、AKB ファンさんプレゼントメールしたっていただいてます。あ、はい、届いてますよ。で、またねこれ抽選になるので、また当たればこの番組内で、当選者の方を報告したいと思います。また皆さんも希望っていうことでメールいただければと思います。よろしくお願いします。さあ今日もトロピカルビーチから放送してきましたが、もうエンディングの時間となってしまいました。こちらの、放送なんですけれども、10月いっぱいまで、ここのブースで放送しておりますので、皆さんよろしくお願いします。ビーチにぴったりな曲とか、夏にぴったりな曲とかお届けしたいと思いますので、ぜひ聞いてくださいね。水曜日担当は今西めぐみでした。また明日は、ひろきさんが担当しますので、皆さんぜひお聞きください。では、今日ちょっと早いですが、FM ギノワンのサザンブリーズでした。お届けしました。ありがとうございました。ツイキャスの皆さんありがとうございました。北海道からも聞いてくださってありがとうございます。また来週お願いします。